幕府海軍は江戸幕府が設置した海上戦闘を任務とした西洋式軍備の海軍である。長州政党などで活動し、慶応3年10月14日の大政奉還で幕府が消滅し、明治元年4月11日の江戸海上後も母親戦争において江ノ本武明に引きられ戦闘を続けた。江戸幕府にはもともと戦国大名時代に徳川氏の参加に入った。 海賊州を起源として、選手頭に引きられた水軍が設置されていた。しかし実戦参加は、大阪の陣が最後であり、1635年の武家諸発土の改正による大船建造の金の発行によって、外洋行動能力を喪失した。金星後期の段階では、実行的な戦闘能力を失い、実質的には水上警察となっていた。 中小の石船や小林が主力となっており、最大の軍船である、石船、天地丸も、将軍の行座船として華麗な姿ではあったが、軍艦としての実用性は失っていた。完成4年のアダム・ラクスマンの来航を端緒として、外国船の来航が頻繁になると、幕府も、同年に早速海岸防御御用係を設置したほか、天明5年の江戸地調査や、文化7年の合図、 白川両藩への江戸内海警備任命など、沿岸警備体制の強化に着手した。また、海上戦力の整備も試みられ、海へ2年には、東京湾の海上警備を担当する、浦賀業所用として、スループ系統の和洋折衷船、青い春丸が竣工続いて、同系船も建造された。しかしこれらも、沿岸警備の延長線上であり、近代海軍の創設というよりは、 中近性的な水軍の強化というべき施策であった。このためもあり、海英6年の黒船来航に際して、五選手や初藩浦賀武行所の軍船の任務は、偵察、伝令などに限定され、戦闘的な役割は付与されなかった。海英6年の黒船来航直後より、急激な海軍力の整備が開始された。ペリー艦隊の浦賀退去からわずか1週間後の6月19日には、 オランダからの感染輸入が決定され、8月8日には西洋式軍備の導入に先進的だったミトハンに朝日丸建造の内命を下し、9月5日には浦賀奉行に鳳凰丸の建造を命じた。そして9月15日には大船建造禁令が解除され、諸藩でも軍艦建造への道が開かれた。オランダ商喚長ヤンドン・ケルクルティウスは長崎奉行、 水野忠則からの搬送フリゲートと蒸気コルベット各一隻の建造紹介を受けて、オランダ領東、インドに配備されていた蒸気機関搭載の植民地警備官、スンビを日本に招致して展示することにより、建造注文と容易に要請の教育委託をすることを提案した。スンビン若い7年8月に長崎に入港し、同地の警備を担当する佐賀藩主。 鍋島直政の視察を受けた際に、上渡の希望を受けた。クルティウスは、将来の多数の受注のためには、まず一席を、献上するのが得策であると、本国政府に上申した。これを受けて、同館は、オランダ国王ウィレム3世から13代将軍、徳川家貞に贈呈されることになり、安政2年6月、長崎に再入港した。観光丸と解消された同館を、 練習官とし、オランダ海軍から派遣された来県大陸以下22名を教官として、長崎海軍練習所が開設された。オランダからは1857年にも37名の教官団が派遣されており、5年間にわたる練習期間を通じて、幕府以外にも佐賀、福岡、熊本、薩摩、長州、戸座など諸藩からも練習員が派遣され、 計200名以上が入港した。これにより、幕府海軍の中核を担う士官が多く排出された。また、長崎という遠隔地での練習による不都合が指摘されたことから、これと並行して、江戸にも海軍教育機関を設置することになり、安政4年、長井久志やや田堀博ひなど第一次練習生の一部が、観光丸で江戸に移動し、公部署内に、 軍艦総連署が開設された。安政7年、日米修好通商条約の批准書を交換するため、憲兵施設団が派遣されることになった際、聖師一行はアメリカ軍艦防波単号に上艦することになっていたが、同艦だけでは施設団の全員を収容できないことから、幕府海軍の練習公開も兼ねて、官林丸も派兵された。欧路の高天下では、 便乗していたジョン・ブルック隊以下、アメリカ海軍軍人が、艦の運用のほとんどを代行する状況もあったとは、いえ、往復83日間、合計1775回りの代行会を一人の、死者もなく成功させたほか、アメリカ海軍の実情視察という成果もあった。しかし一方で、効果、長崎電習所は、安政6年に閉鎖されたが、同年に、 軍艦奉行の役職が新設され、長井久氏が任命された。文久万年5月、軍政改革を推進するため10名の軍政係が任命された。海軍に関しては軍政係の一人である、軍艦奉行の木村を中心に、改革の計画立案が行われた。同年6月、軍艦組が設置され、軍艦頭取に、八田堀博、小野智五郎、友野哲太郎が任命され、 あとに、荒井育之助、平浜五郎、木下金吾らが、軍艦頭取に加えられた。文久2年7月に選手組が、同年8月には、小普審組288名が、軍艦組に編入された。同年、関船などの在来型軍船は全廃された。同年、国産蒸気船、千代田系の建造を開始。さらに、留学生のオランダ派遣。 軍艦の海外発注を実施した。多数の中古船の輸入も進められた。また、大阪湾の防備拠点として、神戸に着目する価値の運用構想に伴って、新たな海軍教育機関として、現時元年に、神戸海軍総連署も開港されたが、これは、翌慶応元年には閉鎖されてしまった。また、うるう8月、軍艦部業、木村摂津みにより、 海軍大拡張計画が提案された。これは日本を6つの警備管区に分けて、艦隊を整備するもので、艦船370層、上院6万1205人と見込まれていた。しかし政治総裁職、松平春学は幕府に、海軍の権能を集中させる点に反発し、また軍艦武尿並み、つ林太郎も、計画のコストの高さを批判したことから、 この計画は採択されず、木村は、文久3年9月26日に、軍艦奉行を辞職した。幕府海軍の艦船は、国内での部隊や物資、洋人輸送などに活躍した。また、三郎氏による、横浜居留地襲撃の噂があったことから、万円元年ウルー3月より、神奈川港において、港部署の剣術、創実修行人を上官させた、軍艦二隻による、 上中警備が開始されたが、稼働艦に余裕がなく、また実際の襲撃が起きなかったこともあり、現時元年4月に終了となった。その後、同年3月に勃発した天狗島の乱への鎮定に投入されることになり、沖合を偵察する筑波勢の小舟を撃沈したほか、艦砲射撃も実施している。これは、日本の近代海軍として初の実戦投入であった。現時、 慶応期は幕府の海軍力が上位戦争用の軍隊から内戦用の軍隊に変質した時期とされる。源氏元年の第一次徴収政党では海軍部隊は派遣されなかったが、慶応2年6月の第二次徴収政党では海軍も投入された。海軍力に劣る徴収側が正面からの海戦を避け一撃離脱に徹したことから海戦では特段の戦果はなく、 物資輸送や部隊揚陸、艦砲射撃などが主となった。陸戦の劣勢のため、幕府軍にとって海軍の攻撃力は重要な役割を果たし、一時は戦況を満開する原動力ともなったが、全体の劣勢を覆すには至らなかった。第二次徴収政党の敗戦後の慶応2年8月以降、15代将軍、 徳川義信の下で再び大規模な軍政改革が行われた。幕府中枢への総裁制度導入により海軍局が設置され、従来の海軍組織の上に乗る形で、老中閣の海軍総裁が置かれた。また、軍艦奉行の上に海軍奉行が新設された。また、一般士官についても海軍階級法級制度が確立された。 海外発注した新鋭艦も加わった幕府海軍の戦力は国内の各藩の海軍力をはるかに上回った。平北カマルや富士山丸に匹敵する戦闘力を持つ軍艦は他藩には存在しなかった。東アジア各国の中でも最大規模に達した。また、イギリスからトレーシー顧問団を招兵したが母親戦争の勃発により、 本格的な教育は実施できなかった。慶応3年の大政奉還、王政復古の大号令を経て、翌明治元年に、戸場、伏見の戦いが発生した。旧幕府海軍は、江戸から現地への部隊輸送や大阪湾の海上封鎖に活躍した。阿波沖海戦では、兵庫港の脱出を図った薩摩船団を、幕府海軍が追撃し、海洋丸と交戦した昭光丸が座礁。 自役した。陸上での海戦時、主力は大阪の天保山沖に停泊していたが、とば伏見の戦いで、旧幕府軍が敗北すると、大阪城にいた吉信村は、主戦派の幕臣に、無断で、帰還平北キ丸に乗って、江戸へ引き上げた。この時、軍艦武行並みのヤ田堀船将の江本が共に上陸中であったため、千人士官の軍艦頭並み、 沢太郎左衛門が指揮を取った。新政府軍が江戸を占領すると、富士山丸、朝日丸、昇格丸、観光丸の4隻は新政府側に引き渡された。しかし、徳川家に対する政府の処置を不満とする、江本武明高専派の急爆心は、残りの軍艦、平木高丸、海天丸、万竜丸、千代田系に遊撃隊など陸軍兵を乗せた。 運送戦4隻を加えて品川沖を脱走。新戦組や大愚列藩同盟軍、松平佐田明を収容し、江戸地に逃走した。江ノ本らは函館の五領閣により、江戸島政府を設立した。翌明治2年、函館戦争に敗北し、残された所属艦船は新政府に引き渡された。また、幕府海軍で経験を積んだ自民や建設された、 増収施設は、後の大日本帝国海軍の土台となった。初期の形容法の、朝日丸改正後の形容法の、管理丸船の進行方向を変化させず船を直進させることを意味する相打号令であるようソロは、幕府海軍からの名残であり、日本海軍及び海上自衛隊では、転じて、了解、問題なしの意味で復唱される。初期の幕府海軍艦船は、 日本船の総員として、日の丸の旗を掲げ、別に幕府所属であることを示すために白紺の吹き流しや黒帯の入った旗を用い、さらに本にも黒帯を染め入れていた。これは、法王大丸などの整備に伴い、加英7年に制定された方式である。加英6年8月の浦賀奉行からの検索に基づいている。 日の丸は従来から幕府御用船の標識として用いられてきたものである。他方、白地に黒帯は徳川氏の祖先とされる日田市の現時中国旗に由来する。その後、安政6年に慶応法は改正され、幕府幹線であることを示す標識は中黒の長畑に変更された。中黒の方は廃止され、以後は白方を用いることとされた。 大日本帝国海軍ではこれら日本独自の形容法を廃止し国際慣習であり,ありがとうございます。